中国史は日本古代の律令制において行部省に属する機関の一つである。中国史は教内二つの極者を管理し、刑の執行、囚人の監督なども担当していた。中国史は教官で唯一、雑役を行う自家庭が属さず代わりに物のべ邸が属した。内容はあまり変わらないにもかかわらず区別されたのは国者を汚れた場所と考えられたためらしい。 友部の物ノのは、物ノのべ帝を統率して、極者を主営することが職責である。平安時代にはケビー氏に大部分の職務を奪われ、有名無実化した。また後にはその名を嫌って、長官職になることが敬遠されたと、職現象にある。極者の一座国右国国者は、左右両系に置かれていた。左国は、この絵王子の南。 西の東院王子の西にあり東国ともいい、右国は中見門王子の北、西堀川皇子の西にあり西国とも言った。国屋の門前には、お家の木があり、罪人の首をかけることがあった。平野正門、源ため吉、源、義友、藤原信よりは東国に、安倍貞田源義地は西国に教主された。また、は守る源、 信明の館を襲撃して現吉綱の老頭に鎮圧された平氏名とこの平氏式は西国に教主された。吉地下の教主についても中浮に記されている。また、竹内理造、日本の歴史録武士の登場には、平時、物語絵言葉第二軸新勢巻、最終部分の画像が載せられており、これによれば、新勢の首は、 おうちの木ではなく、門に直接さらしたことになっている。これが国門という言葉の由来である。西国は後に荒廃したものらしく、十、悪多少の計ほどずには載せられていない。ありがとうございます。